ステージの方にお越しください。ステージの真っ赤くご視聴です。よろしくお願いいたします。今日は無限にいいこと、ありそうの6月11日ということで、今日という良き日を選ばせていただきました。お越しいただいてありがとうございます。すんごく嬉しいです。やはり第一弾がまだ今もどんどん増刷されていく中で、やっぱり未曾有の体験をこの数年させていただいて、未曾有の体験をみんなで共有することになり、この間にたまたまこのカレンダーが発売されて、すごく心に力をいただいたとか、背中を押されたとか、私が逆に励ましていただくようなお言葉を皆さんからカレンダー通じていただいて、この数年間で講演会なんかをさせていただいたり、 SNS でファンの方からいただくような質問、悩み相談とか、そういった中で今皆さんがこう偏りがちな心の傾向、そこに合わせて光を当てていくような言葉たちを選ばさせていただいて作らせていただいたんで、実はこのカレンダーから自分自身もすごく力をもらっているので、これが発表できてすごく嬉しいです。人生の脚本家は自分やで、いつでも書き換えられる。すごくこの数年間 SNS でいただいたお悩みが多かったのが、人を変えようとしてしまうとか、過去のに憂いを持って執着してしまう、失敗にこだわってしまって勇気が持てないっていう方が多くて、だから実は過去と他人は変えられないけど、未来と自分は変えられるでって関西弁でお貸してもらってるんですけど、自分の人生コントロールする舵取り持ってるのは自分であって、自分で自分の人生は誰に相談しようが何であろうが、最後自分が選んだことに自分で責任を持っていくんだけれども、それすらも辛いと思ったら次また良くなるように書き換えていけるっていうことで、絶対何にも絶望せず、どんどんいうふうに書き換えてアップデートしていくっていう、光の方の未来の自分の希望とか可能性を信じてほしかったので、こちらを一押しにさせていただきました。当たり前のことを言ってるんですけど、すごくポジティブな気持ちでいるために大切だなと思って、未来が不安で今が動けない、過去がに縛られてて今が動けない、今がおろそかだと未来が変わってしまうんで、今ここやでっていうのがポジティブシンキングの基本かなと思うので、はい、こちらを選ばせていただきました。私ポジティブに一回逃げます、なんかそこで根詰めて考えな、分析せな、うわ受け止めなってやっちゃうと視野が狭くなってしまうんで、一回ちょっと映画でも見に行こうとか、ちょっとカラオケ一人で5時間行こうとか、一人カラオケ大好きなんですけど、同じ曲10曲ぐらい歌うんですよ。なんですけど、そういうふうにちょっと自分の心が軽やかになる方向に一回逃げることで、ちょっと俯瞰で見ることができたり、後で冷静になってするんで、ポジティブな逃げって意味でちょっと気を紛らわせて自分を一回可愛がって余裕を持ってから、書き出すタイプです。大概喜怒哀楽の愛と怒、被害者意識の悲しみ方と怒りっぽいところの表現の仕方で人間失敗しやすいんで、そこの部分をの心癖っていうのをちょっとこう書き出して、あ、こういうふうに捉えてもうたっていうのを一回逃げて自分甘やかして余裕を持ってから書くことで、冷静に見れて、だからそこで受け止めて潔く謝らなくちゃいけない件については謝る、でより良くしていく方向に持ってった方がいいときはそっちに持っていくっていう風に動いて解消してます、毎回。いやー、欲を言うと悩める方がというよりは、悩んでる方もそうなんですけれども、当たり前のように自分の潜在能力に毎日ちょっと前向きな言葉を、目から言霊を入れていく、でずっと笑顔が多いので、それを笑顔で見ながらなんとなく一日をスタートする、幸せな人が増えてほしいということで、人口の半分いきたいですね、本当はね、目指すとこは高く、一家に2冊ぐらいあったらありがたいなと思うんですけど、であとこうプレゼントし合って、いやーうちも3冊目やわんとか言いながら、はい、たくさんの人に手に取っていただきたいです。某局のアナウンス室はもう各アナウンサーさんのところ1冊ずつあるっていうのは聞いたことがありますし、某タレントさんも
お手洗いとこう玄関と2箇所あるという方もいたので、そんな活用の仕方も、あと鬼門の方角に貼っていただいて魔除けとか、イライラしたらダーツの的にしていただいてもいいですから、いろんな活用法がありますので、はい。この度は本当に貴重なお時間くださって、この一期一会に感謝します。ありがとうございます。一人でも多くの人が今やっぱり SNS でこうポジティブな言葉もあれば、ちょっとこう言葉をナイフとして使う方もいらっしゃるなっていう時に、目から入る情報ってすごく脳裏に焼き付いてしまう。だからこそ前向きな言葉でそれを相殺しながら、自分に前向きな自己暗示を潜在意識にこう毎日かけていくってすごく大切なのかなと感じています。そういう意味でカレンダーという毎日手でめくって、その言葉を潜在意識にすり込んでいくっていうアナログなものを私大事にしてます。もしよかったら気に入っていただけたら、一人でも多くの方に、一人ワンハッピーシェア計画で、プレゼントしていただけると、アンミカかハッピーラッキーラブスマイルピースドリーム計画、大成功かと思いますので、どうぞよろしくお願いします。この度ありがとうございます。はい、ありがとうございました。